イカしたサングラスしてんな。違うって、どこで買ったんだそのサングラス。困った、買い替える、これいるか、戻る、あ、いらない、大丈夫、耐えてるね。あー、いっぱいあるね。オッケー、緊急脱出する。あ、そこ上がった。あ、これあげとこ。進化シールドを発見、にょよし、いいぞ、いっぱいだな。レッツゴー。明日仕事なので、まあ、仕事です。お誕生日で、ああ、ありがとうございます。1150円で何かを、なんか、ヘアバンドかを、ヘアバンド。最近ヘアバンド欲しいなと思って。髪がね、長いんですよね。だから、ちょっとヘアバンド買いますね。誕生日プレゼントだと思って。あざす。ふん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 。わー、宝、イェーイ、ありがとう。いい子やん。サンキュー。ありがとうございます。あ、筋トレ始まった。筋トレ始まったわ。これもあげちゃう。これもあげちゃう。いいよ。今なんか間があったな。わーい、なんかいるー。ゲチー、うえー、よっしゃ、ナイススモーク、ナイスー。よっしゃー。動画撮っていい。はい、どうも、マークです。えはだー。というわけで、今回は赤ワイン7番が祭壇でやっていきたいと思いまーす。空間転移なんか言ってる。まあ、という感じでね、今生配信中なんですけど、皆さんにもね、動画の裏側見せます。せっかくだから、配信中の方のコメントは、だから、なんかみんな面白いコメントしてください。拾います。たりき本願。で、そう、最近ね、僕、花屋敷行ったんですけど、そういえば、花屋敷知ってる？レア。花屋敷って何？知らん。あ、知らんだ。花屋敷。何それ？チャットの人知ってるかな？どこだっけな、あれ。浅草付近にある、まあ、遊園地なんですけど、まあ大人になってから行くとめっちゃ狭くてね。日本最古の遊園地。え、そうなんだ。へぇー。へぇー。初めて知った。そうなんや。まあ、ある意味おもろいよ。ある意味おもろい。ある意味おもろいけど、まあでも、それを目的に行くとこではね。なんかプンプンしてんな。後ろで、バンガさんも。やっぱキャリアあそこ。オッケー、行こう。なんか怖いよ。本当に怖いのよ。あそこね。どんな感じで怖いのよ。俺が乗ったやつね、なんか星型の、今写真出てると思うんだけど、なんか縦に回転するのよね。は？座って、めっちゃ狭いの。向かい合って座って、観覧車で想像して。あれが縦に回転する。自分たちが。え？めっちゃ怖くね？あれマジで怖かった。超怖い。怖いやん。そういう意味でね、おもろいんでね、ぜひ行ってみてください。なんかちゃんとついてきてくれんな。エーペックスダブハンどうやって飛んですか？知らねえねえ。めっちゃ上手くなる。なんだろうね。なんか本当にさ、ダブハンとか爪痕とかって、あれだよね、運だよね。半分ぐらい。ある程度実力あればね、あとは運がないと取れないね。うん。ね、運。やかましいな。20人敵が前に来ないと爪痕取れんしね。そうなんだよね。普通に考えて20人いないと倒、取れないからな、この場所。そうなんだよな、難しいよな。うんうん。なんか始まったな。楽しそう。ちょっと俺も混ぜてよ。どうだ調子は。イカしたサングラスしてんな。違うって、どこで買ったんだそのサングラス。俺最近サングラス欲しいなと思ってね。でもさ、安いサングラス買うとちょっと生きりに見えるやん。だからね、高いサングラス欲しいけど、高いサングラスって10万ぐらいするんですよね。そんなすんの？そんぐらいの欲しいなと思うけど、漫画みたいなサングラス買おうぜ。このサングラス似合うやつすげえなー。あー、似合わないって。まあ似合わないな、俺は多分。ね、似合わないね。難しいなサングラスって。戦いに行きたいか、行くか、行こうな。どう行こうかな。クラウドするか。クラウドしようぜ。窓からクレーパーで撃たれたら面白い展開なんだよな。俺、あの武器さ、マジで消していいと思ってる。どうすか。僕、あの武器ね、エーペックスにはいらないなって思ってるんですけど、まあ、カジュアルはね、100譲っていいとして、
ランクはいらなくない？俺あれ1ダメで残してほしい。あ、そう、それもそう、それもそう。せめて赤アーマージュ HP1 残るぐらいのダメージにしてほしい。何やろ、340ダメージみたいなやつ。マジでオーバーキルすぎるんやな。やめてください。めっちゃ周り警戒してる。ね、えらい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 。あ、いるやん。1日エピックスどのくらいやりますか。俺やんない日もあんな、最近だと。結構編集ばっかやってて。レイファーやってる。レイファーもやってない日あるよね、最近。やってない日ある。エイペックス始めた頃は1日12時間とかやってる日もあったよね、レイハと。そう、普通に丸1日やってる日とかもあった。毎日ずーっといたね、家族より喋ってたもん、レイハと。そう狂ってた。永遠とザーッとやってたもんね。まあ、そのおかげもあってエペ始めて1ヶ月でダイヤ行ってダブ詰め取りましたね、僕は。まあ皆さん真似しないように。不名誉なことだからね。1ヶ月でダイヤ行くとかね、そんだけ暇だったってことだからね。1日やっててご飯どうするんですか。なんかコンビニとか。マジでよくない。集中しまーす。41、ナイスウルト。いいウルトだ。え、上のやつどうなったこれ。まだいる。会話に楽があるな。いやでもね、これね、毎回この編集してて思うんだけど、たまにキルシューみたいな編集するじゃないですか。まあ多分この動画もなってると思うんですけど、うん、どうした。おっさんが痛いの。そうね、そういう動画の時ね、レイハが無言になってめっちゃ助かるよね。キルシュー声が映らんからね、かっこよくなるんですよね。さらにありがたい。いいよ、レイハ無言で全然。お前は黙ってろ。戦闘中はやば。いや、ね、ティブさんの時ね、めっちゃ喋るよね、ティブさん。おー、喋ってる喋ってるって思いながら、別に全然ありがたいんだけど、話題があるから。いけさそうだな、これ。待って、ダメ。戻る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 。荒野行動やったことありますか。俺、荒野行動、あれをリリース当時でだけめっちゃやってた。なんか初めてやった FPS は一応荒野行動かもしれんな、俺。TPS、FPS。うん、そうだね。その後、荒野やったな。トナイトでめっちゃやって、そこでレイハタでやって、で今エイペックスやってる感じだね。困った。体育ある？これいるか。戻って、あ、いらない、大丈夫、耐えてるね。あー、いっぱいあるね。よかった、よかった、ナイスナイス、大事だよ。ホラーはやりますか。レイハはやるよね。俺はね、やったことないんだけど、あんまりちゃんとは。あー、めっちゃやってる。ただスプラトゥーン3今度出るらしいじゃないですか。あれはちょっと買ってみようかなって思う。まあ、気が向いたら動画にワンチャンするかもしれない。ツイッターかなんかの切り抜きぐらいはね。あ、サタ、あー、違う、おかけだった俺の。また、ね、スプラトゥーンのバトル技とか出してほしいね。かわいい気がする。スプラトゥーンで。スプラのバトル面白そうじゃない、出たら。ね、もう、あいつらでやり合っててもらおうぜ。な、やり合っててもらおう。なんか出る。なんかうわー、ナイスだ。でも俺持ってるよ。漫画も。大丈夫。持っときな。ありがとうな。終わった。終わったー。いけ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 。動画2位でばっか終わるから。ダウン入っててくれ、頼む。あ、待って、そのウルトめっちゃいい。そのウルト最高。ナイス？下のやつやで。あー、待って、レイハ死なないでー。待って、俺全然当たんないけど。あ、待って、レイス死ぬほど沼ってる。オッケー、やった。待って、待って。待って、なんかさ、大会や。あ、これ、蘇生される。無理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 。あー。GG。あー、なんか言ってる。ありがとうございました。ありがとう。びっくりついてきた。いや、動画化したらやっぱり2位になっちゃう。なんでだ。それな。